し、どこもおかしいところはない。やったね、リリー。うん、世界を塗り替える道具完成だ。これを使えばバルギオルの時みたいに周りを絵の世界に書き換えられるはず。見ているがいい。これで世界をあたし色に染め上げてやる。それは何か違うような気がするな。どうしてだと思う？え？材料が喧嘩するからじゃないの？は？いや、だからこの材料を先に入れるとこっちの材料が居心地悪くてご機嫌斜めになるの。というわけでこっちの材料から入れないとダメなんだよ。し合うからレシピの通りに入れないとダメ。そう、それ性質反発。うんうん、用語は全然覚えてないみたいだけど、スーちゃんもちゃんと理解はしてるんだね。な、何？私、うっすら哀れに思われてない？うんうん、そんなことないよ。
スーちゃんのおかげでわからないところがわかったんだもん。私もスーちゃんに負けてられないな。お、望むところだよ。私だってリリーには負けないもん。じゃあまずは用語をしっかり覚えるところからだね。それは無理。かしら。リディはともかく、スーは…師匠、考え事ですか？私たちがどうのって聞こえましたけど。ああ、聞かれてたの。ちょうどあなたたちの指導方針について考えてたとこよ。どうすれば弟子が成長するか考えるのも師匠の仕事だからね。師匠が立派すぎてなんだか申し訳なくなってきました。立派ねえ。最近ちょっと悩んでるのよ。師匠としてのあるべき姿について。あるべき姿？私の師匠はお父様なんだけど、指導がすごく厳しかったの。もちろんそのおかげで成長はできたと思う。でも正直辛いこともたくさんあって。だから私なりにお父様とは違うやり方を模索してる最中なのよ。なるほど、それがあるべき姿ってわけですか。ええ。ねえ、二人は私のことどう思ってる？私、師匠として頑張れてるかしら。もちろんです。随分と即答したわね。お世辞はいいのよ。お世辞なんかじゃありませんよ。師匠は優しくて、親身に相談に乗ってくれて。説明もわかりやすいし、いろいろお世話をしてくれる。本当にいい師匠だと思ってます。あなたたち。
忘れちゃいけないのが、とにかく可愛いってこと。そうだね、それは一番大事なとこだよ。ほら、しれっと可愛いって言うな。師匠をからかうな。軽口を叩けるところも師匠の魅力ですよね。感覚っていうか、あなたたち、私のことを完全に舐めてるわね。師匠の怖さ知らしめてやる。二人とも鎌かきまで1000回、コンテナマラソン500周、今すぐ、さあ。いくらなんでも理不尽すぎますよ。はいはい、そういうところは師匠の欠点だと思います。うるさい！弟子なら師匠の言うことを聞け！ほらほらほら！調子に乗りすぎました！謝るから許してください！ドロッセルのことでしょ。本当に優しい子たちですね。フリッツが夫で、ドロッセルが娘。これは紛れもない事実です。そして私があの二人を不幸にしてしまったこと。言ってましたけど、それってどういうことなんですか？私が家出したせいで、二人に辛い思いをさせてしまったのです。私をそっちのけね、人形について楽しそうに語るプリッツとドロッセル。それがどうしようもなく寂しくて悲しくて、気づけば家を飛び出していました。本当に今思えば本当に幼稚なこと。シスター
でも二人が元気そうでよかった。そのことが、あの二人と仲直りしないでいいんですか？今さら無理ですよ。どんな顔をして会えばいいのかすらわかりません。フリッツとドロッセルに伝えてくれませんか？どうかこれからもお元気で。スーちゃんもそう思った？